エドアルドルイス・アボニジオでーザ、通称エド・ドラセナは、ブラジル・サンパウロ州、ドラセーナ出身の元サッカー選手。SE ・パルメイラス所属。ポジションはディフェンダー。1999年にトップチームデビュー。オリンピアコス FC へのローン移籍を経て、2003年に、クルゼーロー EC へ加入。移籍初年度からレギュラーをつかむと、全国選手権と、 国内カップ優勝に貢献した。その活躍から FIFA コンフェデレーションズカップ c u 三2003のメンバーに選ばれたものの出場機会はなかった。2006年にフェネルバフチェス K へ移籍レギュラーとして活躍していると翌年にアメリカ代表戦で A 代表デビュー。後半頭から出場し、ルシオと CB を組み勝利に貢献した。2009年4月に 右膝の全十字人体を損傷する怪我にあったため、契約が解消された。その後、ブラジルへ戻りサントス FC と契約。すぐに、キャプテンに任命され、レギュラーとして活躍。2011年にはペレが在籍しに連覇して、以来のコパリベルタドーレス優勝に貢献した。2015年1月21日、コリンチャンスに2年契約で加入した。 2015年12月22日 SE パルメーラスに遺跡ありがとうございます。